常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。今ね、まあウクライナのね情勢、まあ連続でやってますけれども、まあ一応最新情報ということでお届けしたいんですが、まあ緊迫してきましたね。予定ではもう今頃攻撃されているはずなんですが、まあプーチンはですねここを外してくるかもしれないと、いうことで、でもそれでも緊迫した状況がね続いてはいるんですけど、最新情報でね、ベラルーシと、それからウクライナのね、国境に近いところにあるプリピャット川というね、非常に川幅の広い、まあ、川があるんですけれども、ここにですね、船の橋、まあ、略して船橋ですよね。これがかかっているというね、衛星写真が、まあ、公開されたというか、まあ、ネット上に出てます。で、こんなところに橋渡して何するのって、まあもちろん、侵攻するためだよね、ということで、昨日ね、ロイターが、ロシア軍の一部が撤退を始めたというニュースを、まあ、出したんですけど、どうもあそこで流れてた画像とかね、それから動画は、なんかフェイクだったんじゃないかということになってまして、今客観情報で見る限りですね、ロシア軍の前進は続いてます。国境地帯の方にガンガン寄せていってるし、それからまあ、火砲なんかもですね、まあ、いわゆる大砲とかね、ミサイルなんかも、その発射位置に近いようなところにこう、ガンガン進軍しているという状態が続いているということで、じゃあこの船橋もですね、まあそういう全体の情勢から見ると、ああ、なるほどね、と、攻める気満々ね、みたいな、まあ、そんな風に見えると。いうことでございます。で、これに関連してですけど、今ですね、ウクライナでは大規模なサイバー攻撃が起こってまして、まあ、ドス攻撃みたいですけどね。はい、起こってまして、いろんな省庁のサイトが今ダウンしてるんですけれども、なんか本格的なサイバー攻撃はまだないみたいですね。まあ、ただ、クリミア侵攻の時もね、こういったサイバー攻撃がドーンとあってですね、まあ、社会機能が麻痺したところに、インフラ今度攻撃するらしいんですよね。ガスとか。水道とか電気とかね、そういうところをこう停電状態とかに陥れてですね、まあ大規模進軍してくるみたいなパターンがあるので、これ要注意と、いうふうに言われています。現在ね、ウクライナではですね、銀行のアプリによるこう引き出しとか、送金がですねできなくなっているという情報もあります。ということで、結構ですね、まあそのサイバー攻撃と、それからまあ、軍の進軍ね、これはまあロイターのニュースね、ロイターのニュースでちょっと油断させるようなこと出ましたけれども、関係なく、続いていると、いうことでございます。で、あとはロシアの下院がね、プーチン大統領に対してですね、ルジン教、ドジン教とね、まあ略されますけど、ルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国ね、まあこれは要はロシアの武装勢力が勝手にでっち上げた、国なんですけれども、これをね、承認するようにというね、議決をしました。で、プーチン大統領が承認するかどうか。で、これ、承認して、で、ロシア軍大規模駐留って形で今回手を打つかもしれないと、いうふうにも言われてるんですが、これとんでもないですよね。これ、武力による現状の変更ですから、こんなことあったら大変なんですか？もちろんこれ、当然すごい制裁をこんなことやったらね、食らうと思うんですけど、果たしてプーチンがどっちに動くかと、いう感じでございます。で、そんな中ですね、今日ちょっと気になる記事が、現代ビジネスに出てました。北野幸宏さんかな、という方がですね、全ロシア商工協会がプーチン辞任を要求というね、記事を上げていらっしゃいました。で、これね、元のページの URL が出てたんで、そこを見てみたんですけどね、確かにおっしゃる通りのことが書いてありました。どんなこと言ってるかというと、NATO はね、まあ、基本的にロシアに脅威を与えてないんだと。で、さらに言うと、ウクライナはソ連崩壊以降は独立国になっているし、個別的自衛権、集団的自衛権を持っている。つまり、ウクライナは NATO に加盟する権利があると、至極真っ当なことを言ってるんですよね。これ、イバショフさんというですね、退役上級大将かな、なんかの方なんですが、この人もともと、プーチン支持の保守派のバリバリの人なんですよ。はい。その人がこんなこと言ってるっていうのは、ちょっと注目に値するんじゃないかと。最初フェイクかと思ったんですけど、一応サイトは存在して、翻訳、自動翻訳ですけどね、翻訳したんですけど、この北野さんのおっしゃる通りのことが書いてありますので、おそらくそうなのではないかと。で、まあ、イバショフ氏はですね、ロシアの国家モデルと権力的システムが魅力的なものである必要があった。しかし、ロシアは魅力的なシステムを作ることができなかったので、ウクライナは欧米に行ってしまったと。で、これはバルト三国とかみんなそうなんだよと。ロシアが悪いんだよ、みんな向こう行っちゃったのは。と、いうね、もう至極、真っ当なことをおっしゃっております。で、さらに言うと、クリミア侵攻は大失敗だったと。ね、彼は言ってまして、世界のほとんどの国がクリミアを今でも、ウクライナ領と認識している。このことはロシアの外交と内政の失敗をはっきりと示していると。さらにですね、ウクライナへの侵攻は反対だということでね、三つの理由を挙げていらっしゃいます。はい。一つはですね、国家としての、ロシアの存在を危ういものにすると。まあ、要はね、これ、それこそさっき言った、ドジン教、ルジン教ね、これを、ドーンとこう、
ね、侵略することによって、まあそのちっちゃい領土とはもう比べ物にならないぐらい激烈な経済制裁を食らう可能性がありますよね。はい。もう経済ボロボロになるとロシア持たないですからね。ええ。なんで、まあそれを、まあ厳しいと。ね。ロシアがもう国として存在しなくなるかもしれないと。で、2番目が、ロシア人とウクライナ人を永久に、永遠に敵にしてしまうと。まあ確かにそうですよね。禍根残しますよね、こんなことやったらね。そして3つ目は、ロシアとウクライナの若くて健康な男性が数万人亡くなってしまうと、いうふうにおっしゃっております。で、どうもですね、彼が言うにはですね、ロシアは現在、このイバショフさんに、よるとですね、ロシアは現在深刻なシステム危機に陥っていると。まあおそらく経済破綻だと思うんですけどね。はい。しかもロシアの指導者たちは、国をシステム危機から救うことができないことを理解していると。システム危機が続くことで、いずれ民衆が放棄し、政権交代が起こる可能性が出てくる。戦争はしばらくの間、反国家権力と、国民から盗んだ富を守るための手段だということで、まあ、なかなか鋭いことをおっしゃってるな、というふうに思います。まあ、まさにね、戦争をおもちゃにするプーチンと、いうことで、まあ、これはね、もうとんでもねえな、いうふうに思いました。もうこれね、全然その、各マスコミも報じてないので、何なんだろうと、いうふうに思ってるんですけど、まあ、ロシアも一枚岩ではないのかな。うん、で、なんかね、この岩下さんと同じことはですね、まあ、これ朝日新聞なんですけど、朝日新聞の国生さんという人がね、フェセンコさんというね、ウクライナの政治学者にインタビューしたんですけど、まあ、同じことを実はおっしゃってました。はい。で、ちなみに、まあ、今回のね、ウクライナへの攻撃なんですけれども、もしですね、ロシアへね、ロシアがね、まあ、今回はそのアメリカに事前リークされたことで、今日の侵攻は思いとどまってますけれども、まあ、最終的にですね、侵攻なしで終わる場合ね、これ気をつけなきゃいけないということで、小坂、三四郎先生ね、エストニアのね、こんなことをおっしゃってます。ロシア侵攻なしで終わる場合、米英中心の対ロ制裁網、対ウクライナ武器供与、インテリ先行暴露等によって阻止されたにもかかわらず、親ロ反米リベラルは、ほら見ろ、欧米が状況をエスカレートさせていただけ、キャンペーンを始める。抑止の効果が測定できないだけに、このナラティブに備える必要があると、いうふうにおっしゃってます。まあ、要は、カルトの教祖が予言外すといくらでも言い訳するでしょ。あれと同じことをやってくるから、我々はまた対策をしないといけないよと。いうことだと、いうふうに思っております。はい、ということで、まあ、予定では、今日、侵攻がね、行われるはずだったんですけれども、まあ、プーチンはね、言われた通りやっちゃったら、ね、俺やっぱりいいって言われるので、この日は外してきたかもしれませんね。まあ、それにしてもね、未だに、ロシア軍のね、国境に向かっての進軍は続いてますし、サイバー攻撃も起こっているということで、注意が必要だと思います。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー!